わあ、これなんか変わったな。はい、チャンケンさんお疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです、ね。お久しぶりですね。約1年ぶり。1年ぶりです ね。はい。いうわけで、ちょっと変わりましたね。なんかね、1年前ぐらい、デイブさんがこれをうろつろしたんですけど、うん、もう全然ね、店とかめちゃくちゃ増えて、その時多分、2個と3個ができたばっかりでしたね。そうだね、なんか雰囲気変わってるよね、うん、なんか。はい、今日は、あの、チャンケンさんと、今日飲もうということで、もう僕がよく行くお店に、ここなんですけど、もうその隣なんですけど、はいはい、もうそこなんですよ。行きましょうと、ゆっくり。はい、じゃあちょっと行きますかね。はい、はい、お願いします。初、僕初です。初です。お願いします。はい、今日のおすすめが、はい、フリーソフトバンですね。僕ね、こういうとこってなかなかないですよね、はい、日本酒の立ち飲み、はい、こういうとこ探しとったんですよ、僕は。で、そのゲイグさんが撮っとって、はい、僕もちょっと行きたいですって言って、今日ゲイグさん誘ってくれて、あ、こんにちは。今日ずっと探してたりしてたりさっきライブしとったんですよ。いや、全然見えない。家族とライブしとって、はい、でイオンで、イオンで家族は。あ、そうなんだ。はい、もうこういう感じで自由に選んでもいい感じ。こう選んで、ここの上に置いてもらったら、店員さんがついてくれると。200円なんですよ。うわ、安そう。岡山ってことで、僕が一番多分これをおすすめしたいやつで、安くて、まあ、そんなにすごくもないので。200円ででも居酒屋で200円くれるんですよね。そうですね。でここは昼から飲めるから、昼からっていうか、まあ3時から飲めるからすごいいいと思う、はい、僕的にも。なんかちょっと西成的な感じ。そうですね、うん、やっぱ夜は多くなるんですか。夜は多いんですか。夜は、でもやっぱこういう通りだから結構静かな感じ。ちょいちょい飲める感じ。そんなにガヤガヤ言ってるわけじゃないし、やっぱ立ち飲み屋だから席数もね。そうですね、うん。健康酒なんですけど、はい、でも保守ってなんかちょっと癖が強そうなイメージするんですけど、はい、私は全然それ感じなくて、はい、甘口辛口両方の中に。じゃあそれを、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。同じ店主の蔵が作ってる1年に1回しか出てこないその薗ヶ浜を。あ、それでいきましょう。いいですか。はい、500円なんで。はい、そうなんですよ。もう大体、仕事というかトラックのとかもう出るとしたら水島とかだよね。クラシックすら出ないあんまりあれだよね。もうトラックネタが多くて、そうです。岡山のそのいろいろ行くっていうわけではなく、いや僕もね、その岡山ネタ増やしたいんですよ、うん、ぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。悪くはないでしょ。悪くはないです。普通に甘いですね。あと甘い、ちょっと甘酒に近いような感じ。うん、甘いですね。はい、白ヶ浜はね、坂田酒造さん、青森県で1年熟成して
これもちょっと直接お口の方でいきます。一言でこれと違いを言ったら、こっちの方が芳醇っていうか深みがあるんですよ。一緒の味でも深みが全然っていう、なんかコメンテーターで言ってますけど、僕はあんま家であんまり日本酒やっぱ太るの飲んでない、外で飲むけど美味しい、美味しい。これがイブリ、イブリがはい、はい、まずいぶりがっこ。いぶりがっこってあれですよね、大根ですよね。ですよね。あ、ぶっちゃ、はい、これ寿喜醸造、山形県の亀の井酒造さん。あ、どうぞ。はい、はい、はい、どうぞ。はい、まあ、この中で一杯、ね、800円の一番豪勢な、はい、大吟醸古酒10年、古酒10年、10年ですよ、10年。僕が今この状態で10年後どうなってますか。お酒になってます。はい、これ山形のね、亀の井酒造さん10年越し、いただきます。あーあー、うまい。嫁さんに怒られますよ。でも逆にこれ近所になくてよかった。毎日通って、毎日通って、ちょっと時間があると多分30分の時間があったら悪いと言っちゃう。うん、美味しいですか。やっぱり美味しい、美味しいですか。うん、でもね、個人的には200円、500円、800円のお酒なんですけど、僕は500円の真ん中の外側が一番好きかな。飲みやすい。はい、お疲れです。うん、結構これね、缶詰トラックで結構常備してますよ、缶詰。これ何でしたっけ。このわた、このわた、うん、うん、このわたね、めちゃめちゃ酒が進むんですよ。酒が足りんのですよ、このわた食ったら。はい、でした。じゃあ帰りましょうか。じゃあ、ゲスト、失礼します。それではまた。ワンショット8,000 yen。 じゃあ、Поделитесь. Да, of course. Так, давай. 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 Давай
美味しい。美味しい。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。